鳴り響きました。東京競馬場第11競争第162回天皇賞秋 G1 3歳以上オープン芝の 2000m 出走馬12頭で争われます。1コーナーポケット地点からのスタートです。上空雲の厚みが増してきました。吹く風もやや冷たさを感じます。芝が土曜の発表11レース天皇賞を迎えています。 G1 コース7頭がここに集結、豪華なメンバーとなりました。楽位は順調に進んでいきます。7番のクロノジェネシスが収まって偶数番号の各馬楽位を進めていきます。4番ダウンキングリー、8番奇跡、6番フィエールマン、春秋連覇がかかります。さあそして12番と自慢と、これが最後です。12番ゲート誘導を受けて収まりました。全馬ゲートの中スタートしました。綺麗に揃いました。3番ダイオタクニーがいいスタートを切りました。しかしそこから11番ダウンプレミアムがスーッと積みコースを取って先頭です。2番手に3番ダウン、3番のダイオタクニーが2番手に控えます。前との差は2馬身半ぐらいです。向上3馬身がいて8番6戦の追走です。向こう上限に入っていきました。さあ先頭を取ったのは11番ダウンプレミアム。後続に3馬身4馬身とリードを広げて逃げていきます。2番手に3番ダイオタクニーです。その後は2馬身半がいて8番同期戦、その外に6番手ストレッキー番ダウンドアイ、青の新節が4番ダウンキングリー、直後に5番のウィンブライトが並んで、ブラストワンピース、そう12番チランド、3馬身相手、7番のクロノジェネシス高校、内6番のフィエルマンが並んでいます。あとは4馬身、J1 のスカーレットから最高峰2番、カーデナという体系で各馬第3コーナーのカーブを迎えます。逃げる11番ダウンプレミアム、後続に3馬身リードをつけて 1000m は60秒5で通過です。3コーナーを回っていきます。2番手には3番ダイバキャブリー、3番手1馬身、8番のチェンの追走、その外に9番のアーモンドアイが並んでいきます。さらには10番のチランボ、ここは3号3番手集団、直後に5番のウィンブライト、その内が4番のダウンキングリー、そしてその外から上がってくる7番のクロノジェネシス、残り600を通過、はい、コーナーをカーブ直線へ。さあ逃げる11番のダウンプレミアム、リードは1馬身、奇跡が2番手、大馬脚人が並んでくる、楽な手応え、その外に9番のアーモンドアイ400を通過、そして10番のチランボ、その外から7番のクロノジェネシスが追い上げてきた。さあ先頭13番ダウンプレミアムが出る、そして9番のアーモンドアイ富士が入って並んできた。その後ろからクロノジェネシス、そしてウィンブラック、そして6番のフィレーマーが突っ込んできた。さあ先頭がアーモンドアイの2番手のダウンフィレーマーから7番のクロノジェネシス日本を選ぶのを手付ける。しかし勝ったのは10番アーモンドアイです。アーモンドアイ見事八冠達成です。史上初芝の G1 8勝目、9番のアーモンドアイ